8分経ちましたので、どんな感じになっているかお見せしたいなと思います。ちょっとね、このカメラのこんな感じですね。8分経ちました。でこんな感じに、さっき入れた時よりも8分加熱したのでこんな感じになっています。でここにね、何を入れるかというと、先ほどリンゴをこんな感じに輪切りにしました。皮をよく洗って輪切りにしたものを見ててくださいね。ここにね、小さいのでどのぐらい入るかなって感じなんですけど、これを3つ入ったらいい方かな。3つもうぎゅうぎゅうに入れちゃいました。こんな感じです。そしてこんな感じに入ったら、これを蓋をして、また弱火で8分加熱をするということをします。はい。でね、またここで8分喋ってるわけにいかないので、2番目の動画もこれで、おしまいという形にしたいと思いますけれども、ふわふわのホットケーキができるとやっぱり嬉しいですよね。で、リンゴをなぜ乗っけたかっていうと、リンゴを入れることでリンゴの水分が、回りますので、なんて言うんだろう、ホットケーキってよく食べるとお口の中が水分がなくなってしまってって方がすっごく多いんですね。でもこのリンゴの水分を入れることで、いい感じにお口の中にそのリンゴの水分が入って口の中が乾いてしまうということがないので、ぜひねこれをやってみてください。ね、完成図をそのままずっとこのまま継続してお見せできないのがとっても残念なんですけど、完成図は何らかの形でお料理だけのこう動画をつなげたもので、ちょっとね配信を続けてさせていただきたいなと思います。ホットケーキってふわふわのものを食べたいっていう方がとても多いので、今回テレビでやってたのを真似をしてやってみました。見ていただいてありがとうございます。リーランでした。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。